はい。皆さん、こんにちは。ワンダルフルビーチです。では、今回は、提督の決断法パープキット PC 版、大日本帝国海軍駆逐艦縛りプレイ続きをやっていきたいと思います。駆逐艦のみで、米軍、そしてイギリス軍に勝とうという企画になっています。で、前回はですね、このアメリカ西海岸沖、ここをね、なんとか奪取したというところまでプレイをしました。その後ですね、メキシコ西海岸まで進出を果たしています。今回はその続きになるんですけども、いよいよアメリカ軍ので、ね、最終拠点、アメリカ東海岸、まあニューヨーク、ワシントンのあるね、東海岸まで迫ってきているという状況の中、アメリカ軍カリブ海に大艦隊を集結させてきていて、ここで迎え撃とうという構えのように見えます。なので我々ここにね、攻撃を仕掛けて、なんとかね、この、カリブ海、パナマ運河を帝国海軍のものにしておきたいというふうに思っています。で、艦隊戦力の方なんですけども、新しくですね、一つ、船、駆逐艦になりますが設計していまして、それがですね、ちょっとご紹介だけさせていただきたいと思うんですけども、このネイル島風というものを新しく作ってまして、このネイル島風なんですけども、まず主砲15センチの両方を全部に20門、後部に16門とだいぶ火力を増させています。もちろんね、従順とか戦艦とかの主砲に比べると弱いんですけども、それでも、このネイル島風の一つ前の駆逐艦にあたるスーパー島風よりもですね、8門ほど主砲を増やしました。さらに魚雷も5連装3機だったものを5連装5機まで増やしてます。魚雷を撃ち尽くしてしまって魚雷がもう撃てないっていう状況がね、発生してしまっていたことがあったんですけども、これ5連装5機にしたことによってそういうことを回避しようというところですね。機銃も8門から22門へとアップグレード。そして速度なんですが、46ノットだったものを48ノットに変更しています。まだね、前線に到達してませんけども、ネイル島風も前線に入ってき次第ですね、これも使っていこうというふうに思っています。では早速このカリブ海攻略戦始めていきます。今回のカリブ海進出に向けて投入する艦隊なんですが、スーパー島風のみで編成した第3艦隊、これを投入。さらに同じくスーパー島風だけで編成した第6艦隊、これを投入。そして今回少し面白い試み考えてまして、ご覧のように揚陸艦のみ、まあ一隻ね、駆逐艦入ってますけども、この揚陸艦のみの艦隊、これをね、使ってみようかなと思ってます。で、どういうふうにじゃあこの艦隊使うのっていうところなんですけども、ここですね、まず海域マップ見てもらうと、ご覧のようになってます。我々が進出するのはマップの左側から入っていくことになるんですけども、そうすると敵の飛行場すごく近いところにあるんですよね。なので、第1、第3飛行場にすぐに陸戦隊を送り込んで、これを壊滅。そして同じく左側にある第2飛行場、これもね、すぐに壊滅させたいと思うので、揚陸艦をまとめて送り込んでみようかなというふうに思っています。この試みうまくいくかどうかね、ちょっと楽しみですね。そして敵の戦力ですが、第1艦隊、第2艦隊、第6艦隊、ここにね、戦艦が7隻、さらに護衛空母2隻という、まあ、大戦力になってますね。そして第8艦隊の方はレンジャーが入っている艦隊になっています。そして第13艦隊は全部潜水艦という艦隊になっています。では、これらの艦隊とね、ちょっと戦っていこうかなというふうに思います。では、海戦始めていきましょう。まず第1艦隊、第2艦隊はマップ中央から突入。そして駆逐艦のみの第3艦隊は一番下から入って、第1、第3の飛行場をね、すぐに破壊できればいいかなというところですね。早速、ではね、予定していた通りの動きをしていきましょう。早速ね、送り込んでいきます。で、第1艦隊、第2艦隊はね、このまま敵の艦隊の発見に努めてもらいます。まずは敵の艦隊をね、
発見しないことには始まりませんからね。陸戦隊を積んだ揚陸艦はおのおの敵の飛行場に向けて、進撃を開始しています。一方敵の艦隊発見してますね。この敵の艦隊を、叩いておきましょう。まだまだどっさり敵の艦隊出てくると思うんで、ここはね、じっくり腰を据えて戦って、いきたいと思います。では敵の艦隊のところにね、突入を仕掛けていきます。挟み込むようにね、一気に壊滅させていきましょう。まずは魚雷をね、打ち込んでいきます。ちょうど敵艦を挟み込んで一気に壊滅させていきたいところですが、敵は戦艦がね、7隻入ってる艦隊ありましたからね、あれは本当に重たい艦隊になってると思います。さあ陸戦隊は突入です。第1艦隊、第2艦隊で、ね、敵を挟み込むようにして一気に敵艦隊を仕留めていきましょう。どこを向いてもどこに撃っても魚雷が当たるっていうね、そういう局面を作っていければいいかなと思います。敵の飛行場を一つ目破壊完了してますね。まあ、予定通りの戦術がハマってるかなというところですかね。二つ目の飛行場に対しても上陸作戦始まっています。さあ密集してますね。お互い密集してる状態、あんまりね、いい状態ではないと思うんですけど、こっちは魚雷の火力を生かして一気に仕留めていきましょう。こんだけのね、艦艇が入り乱れた戦いっていうのも、そうそうはね、ないんじゃないかなっていうね、そういう大改正にはなってますけど、一方で我々が操ってるのは、駆逐艦のみですっていうのもね、ありますけどね。さあ、敵の艦隊、あらかた撃滅しましたね。残り戦艦と従順が残ってると思うんですけど、これも仕留めてしまって、残りのね、敵の艦隊の方向に向かいましょう。ここにね、艦隊あるように見えるので、第3飛行場にいる敵艦隊に向けて出撃していきます。敵艦隊の増援を確認、まあ、どこに増援が来るかというのもね、重要ですけどね。さあ敵の艦隊発見してます。これ逃げる敵の艦隊だと思うんですけども、これね、仕留めておきましょう。よし、このまま逃げるようであれば、次のね、戦いに備えて戦力は温存しといてもいいかなとは思うんですけどね。さあ夜が明けてしまった。ここで陸戦隊を出しましょう。ちょっとタイミング遅かったかな。もうちょっと早いタイミングでね、陸戦隊出せると攻略ができたかなと思うんですけど、昼間になるとちょっとね、陸戦隊も苦戦する傾向があるので、どこまで陸戦隊が敵の飛行場破壊に活躍してくれるかっていうところですかね。さあ残りの陸戦隊もね、攻撃に入ってもらいたいと思います。まあ、こんだけ、揚陸艦を集中運用するっていうね、戦術を試すのは初めてなんですけど、まあ、どこまでこれがね、効果あるかというのは、今回の結果を見て、判断をしていきたいと思うんですけど、まあ、ここまではね、まず一つ目の飛行場の破壊は完了していて、残り二つの飛行場の攻略に向かっているという状態です。まあ、うまくね、機能はしてくれてるかな、というふうには思っています。
さあ敵の飛行場最後の一つがね、残ってる状態ですね。まあ、揚陸艦を全部使い切ってしまった状態なので、あとはここはですね、もううまく駆逐艦を使って、最後の飛行場で破壊していきたいと思います。はい、占領ではなく破壊という形ですが、一ターンでね、敵の大艦隊がいたこのカリブ海を制圧しています。では参加確認していきましょう。敵の方ですが、第6艦隊を壊滅、第8艦隊も壊滅させてますね。特に第6艦隊のはね、戦艦が4隻、巡洋戦艦が3隻という艦隊でしたが、これを壊滅させています。これでこの後の戦略としては、まあ、一気にニューヨーク、ワシントンを狙えるで、ね、距離まで持ってきたかなというふうに思うので、このままの勢いでニューヨーク、ワシントンへと攻撃を仕掛けていければいいかなというふうに思います。でお金も入ってきてるし、先ほどご紹介した新しい駆逐艦ネイル島風、を数ちょっと増やしてですね、まあ、このままね、一気に押し込もうという戦いですかね。で一応ですね、拠点的にはまあ、最終的にこのメキシコの西海岸だけ守っておけば太平洋に敵の侵入を防ぐことができるので、カリブ海に戦力を集中してバミューダ沖、アメリカ東海岸と攻略戦をね進めていければいいかなと思います。今撃退したのはペレー沖かどっかに多分撤退してるよね。ペルー沖に艦隊がだいぶ集結してる状況があるので、まあ、やっぱりメキシコの西海岸でここを防衛拠点と見定めて、いければいいかなと思います。では次回はですね、いよいよニューヨーク、ワシントン、その攻略戦を行っていければいいかなというふうに思ってます。